はい、こんばんは。だからさ、毎回だけどこれ狙ってるでしょ、俺が座る前に。狙ってないとは言い切れますもんね。そうですか、はい、ということで始まりました、キャスターのスイカです。解説のドシです。はい、よろしくお願いします。今回はボリューム18で新しい海に行きますね。はい、海に行きますね。どこですか？ソロモン諸島です。でも言ったんだけど、ソロモン諸島どこにあるか分かってます？分かりますね。どこですか？ね、どこですか？そうなんですよ、ソロモン諸島ってあれどこだろうみたいな感じなんですけど、どこですか？あのソロモン諸島って、はい、まず南半球です。南半球、ああ、じゃあ季節が逆の方ですね。パプアニューギニアがあって、はい、それからずーっとオセアニアの方にずーっと降りてったところ、ここですね。だパプアニューギニアの南です。パプアニューギニアの真下ってあのオーストラリアじゃないですか？じゃなくて、島がバーッとあるパプアニューギニアからこっちに行く南ですね。ただ、日本人ではすごく、はい、土地を取ってる方だと、馴染みがあるガダルカナル島って言って、はい、戦争の時にすっごい大激戦区だったところですね。あ、そうなんでした。あ、今ちょうど地図が出ましたね。あ、そうなんですね。すごい大変なところだったんですけど、今日本人が今この大激戦区があったからなんですけど、はい、まあそこの海、はい、ちょっと、そのガダルカナルから、ちょっと北西に行ったラッセルアイランドっていうところに潜る、はい、ビリキキクルーズっていうのがビリキキクルーズ、はい、これ10年前ぐらいの映像ということですか？そうですね、十数年ですね。でタイクルーンっていうところで、はい、ここサンゴがとても綺麗なところなんですけど、この時ね、水中モデル、はい、でね、水中モデルの歴史っていうのがあってね、はいはい、まあ僕が知ってるんだと、月刊ダイバーでやってた篠宮さんっていう人がいて、でこの人がやっぱりすごかった、はい、その後継ぐように前田文香さんっていう人がいて、はい、で前田文香さんはね、はい、最近でも美魔女っていう美魔女の方で、はい、はい、でやったんですけど、この時は水中モデルで一緒に前田文香さんの海からメッセージっていう番組で前田文香さんの会で行ったんですね。で前田文香さんがここを案内するっていう形でやったんですけ ど、まあね、でもこうね、先輩のモデルだから、はい、スイカちゃんも勉強するところはすごくあると思うんですけど、はい、でも今時代が違うのでね、はあ、そのまま真似しなくてもいいかもしれないです。なるほど。でこれねじりんぼ。あら、かわいい。これねじりんぼってね、珍しくて。珍しいんですか？違うの、東南アジアとか、はい、こういうところにはいるんですけど、はい、沖縄いないでしょ。ヒレナガねじりんぼなんですよ。そっか、違うやつですね。ただ日本にも、はい、内地にはいるんですよ、この沖縄スルーっていう生物って意外といるんですよ。あ、そうなんですね。そう、なんででしょうね。これはね、黒潮の関係かもしれないけど、ね、スルーがあるんですね。へえ、スルーってことはその本州にいて、それより南にもいるけど沖縄にいない。へえ、不思議ですね。ミジンベニハゼもそう。あ、そうなんですね。そう、ミジンベニハゼは時々現れるんだけど、ほぼ沖縄にいないですね。不思議。あ、これマンタですかね。そうそうそう、これはね、結構遠かったんで、はい、糸巻きエイか、トビエイか、どっちかって言ったんだけど、この両目のところが出てたんで、はいはい、うん、そうするとね、糸巻きエイかは、本当に鬼糸巻きエイ、南洋マッタ、あとモブラ。はい、あ、モブラ。だからモブラ、小さかったんで、モブラかなと思ったんだけど、ね、いや、これは南洋マッタでしたね。なるほど。なんかサンゴすごいですね。サンゴでね、ここはね、綺麗なサンゴっていうか種類がすごいんですよ。だから小浜サンゴ、はいはい、でこれね、これ何ですか？これはね、アラビアハタゴイソギンチャクって言ってね、うん、でこれね、熊野飯
と同じ種類なんだけど、この日本製の熊の実って、うん、実は日本では熊の実って言うんだけど、あとね、はい、オーストラリアの方ツーバンデッド、アノマネフィッシュとか、はい、セバイアのアノメネフィッシュとか、オレンジフィンアノメネフィッシュとかって言って、はい、日本製でいろいろいるんですよ。へー、これどうかなと思ったんだけど、これアラビアハトゴイソギンチャクとか、うん、ハタゴイソギンチャクだから多分セバエだと思うんですけど、でもオレンジフィンの可能性もあるとちょっと詳しくないんですね。なるほど。でもサンゴもすごく綺麗でね、すごい綺麗ですね、元気ですね、サンゴは。そうなんです。やっぱりね、そんなに海に入ってなくて、あーすごい、キャベツサンゴ、キャベツサンゴね、沖縄であんまり見てない気がしますけど、深場にいるんですよ。深場にいるんですね。深場にあるんですよ。これソロモン諸島は浅場ですか？これ浅場ですね。なんか不思議ですね。でね、これ、はい、いい感じのところなんですけど、これね、美味しいって書いたんですけど、やっぱり大味なんだよな。やっぱりでも俺ね、はい、やっぱりインドネシアとかの中華系が出るところが結構好きで、そうなんですね。いやでも美味しいです、まあ、クルーズ船はやっぱご飯もね美味しいのがね大事ですね。クルーズ船とか結構乗ります？あ、私はオーシャンの入る前はクルーズばっかり行ってる、クルーズライバーでした。あ、本当、はい、クルーズいいよね。大好きです私、はい、ね、やっぱクルーズはね疲れない。うん、なんかすぐ潜れるから楽しいし、なんか終わってすぐお酒が飲めるのが最高ですね。やっぱり酒か。でなんかもうやっぱ海の上で何にも周りがないところでこう夕日とか見ながら、そうだね、酒か、最高ですね。いやそうだね、はい。俺もこの後どっかでやるラジャンパッドの時はずっと酒飲んでましたね。ここはまたソロモン諸島、ソロモン諸島のところでね、カロっていうポイントなんですけど、ここはね、だからソロモン諸島ね、この内輪がすごいあるんですよ。だからね、潮の流れが強い。だからね、僕はじっくり見れば絶対ピグミとかいるんですね。ただ深場にはやっぱり人気のね、青マスクとか、それからアケボノハゼとかね、いろいろね、楽しい生物がいて、うわすごい、これ大きいですね。でもこれ大きいから、本当はね、これワンダイビングやって、はい、この内輪をじっくり一本いるといろんな生物がいたりするんだけどね。わあ、綺麗。これアケボノハゼはね、やっぱ深場ですか？深場ですね。これね、上皇后がなんでアケボノみたいなハゼって言って名前をつけた、美智子様がね、なんでなんですけどね。すごい。でもこのね、ビリキクルーズ、はい、コロナですごく大変だったんだけど、今再開したらもうね半年以上予約取れないぐらい人気なんですね。本当ですか、すごいですね。で、まあだからここ行きたいなと思ったら、はい、だからこっからまだ何かあるんですけど、すごい面白いので、PNG ジャパンっていうところがやってるので連絡して、はい、そうですね、でも本当にね、半年ぐらいでいっぱいになっちゃうんですよ。なかなか今乗れない。そうなんですね。どこの国からのお客さんが多いんですか？いろんなところ、世界中から。そうなんですね。ただ日本人少ないですね。ああ、少なそうですよね。少ないです。オーストラリアとかからアクセス良さそうですね。そうですね。ね、そうですね。もう潜った時は欧米人多かったんですね。本当ですか。だからピザとかが多かったんですね。あ、そちら向けにね。そうね。いやでもこれ、いいですね。特に今チン線も、はい、今回はラッセルアイランド系をずっとやってるんですけど、はい、セノテ編とかあと10回か15回ぐらい後に、はい、今度これの続きのガダルカナル島で、うん、やっぱり日本の歴史ある沈船とかも潜ってるんで、はいはい、そういうとこも潜れるんでね。なんかバリエーションがまた、バリエーションすごいですね。はい、これね、これ珍しいんですよ。今これ、はい、セジロクマノミにそっくりなんですね、はい、違うんですか？ただね、
ここに色彩変異みたいな模様があるんですよ。本当だ、なんか点ポツってありますね。で沖縄だとこのアラビアハタゴイソギンチャクにセジロとクマノミがくっつくんですね。はいはいはい、超クマノミがセジロを攻撃するんですよ。ただここはね意外と仲いいんですよ。あんまり追い出そうとしてないんですよ。セジロってすっごい弱いクマノミなのね。そうなんですね。じゃあセジロのちょっと変異してるなんですかね。不思議ですね。まあね、でもまああのいろんな綺麗なんだけどマクロンも楽しいね。ここのビリキクルーズ、ビリキクルーズ、まあぜひねまたこの山吉さんとかにお願いしてね、はい、今度スイカちゃんでいろいろ案内するっていうのがね、はい、できたらいいと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、これからビリキクルーズ編は7回続きます。おこのサンゴとかマクロ以外にもいろんなところがありますのであるんですよね、はい、楽しみですね。よろしくお願いします、はい、チャンネル登録と高評価、それから通知をお願いします。それからスイカちゃんに何かやってほしいなっていうのがあったらコメント欄でお願いします。体張ります。はい、はい、じゃあ今回はありがとうございました。ありがとうございました。